ランプ文豪大野にね、行ってきました。はい、でめっちゃね良かったですね。ちょっと時間がね、もうギリギリについてしまったんで、まあ、あんまりこうここの良さっていうかその楽しみっていうのはあんまりできなかったんですけど、まあいろいろね話しかけてくれたりとか、もうそういうのがねめっちゃ良かったです。で今からね、高千穂の方にね向かいたいと思います。で、今日来た、うわやっぱおかしい、今日来たね、道とはまた別っていうか、今度は南下するんですけど、ちょっとそっちの方向にね、向かっていきたいと思います。うわやっぱねバイクおかしいわ。今なんか物踏んだだけでもうめっちゃブレる、前輪がねもう左右にずれるんよね、怖っ。ねえここの道もねやはりもう結構山の中にあるんで、もう人がねあんまり、一応車とかの通った痕跡があるんで、こう車のね車輪の方があるんですけど、もう真ん中とか見てもらえば分かるけど、あの全然通ってないのが分かるよね。こう苔が生えてるよね。もうバイクがこんなとこにね、あの通ろうもんなら絶対滑るんで、もうこういうところはもう低速もう20キロとかね、のペースで行こうかなと思います。でね高千穂はね前にもいつだったかな、もう15年ぐらい前にね行ったことあるんですけど、もう正直あんまりね、覚えてないんですよ、まあ、正直ねあんまり覚えてないんですよ。会社のなんか、ね、社員旅行みたいな感じで行ったんで、もうなんかね周りとワイワイ喋ってる時間が長すぎて、あんまり景色とかねこう堪能したっていう感じはなかったんですね。うわ日焼けてきたらなんか気持ちいいな。なので今日はあのもう完全にね、お一人様なんで、もう景色を満喫して、この宮崎にね向かいたいと思います。すげえすげえ綺麗だな。わあ美味しそうやな、めっちゃ映えた。まあ高千穂、まあ景色がいいみたいなねただ単純にそういうノリなんですけど、もっとなんかこう旅行に行くんだったらその土地の情報とかねやはり知っておった方がもっと楽しめますよね。それは失敗したなと思いますね。やっぱ行く前に結構いろいろとねちゃんと調べた方がいいですね。もう単純に、なんかいろんな場所に行ってみたいなみたいなノリで今回九州ツーリング、組んだんで、そこはちょっと反省点ですね。もっと地方の、その場所場所のなんか、伝統とか、由来とかね、なんでその建物が建ってるのかとかさ、なんでそこの場所がいいのかとか、まあ、そういったのをちゃんとおちゃんと学んで、からね、行くと、うん、より楽しめるんじゃないかなと思いましたね。ちょっとそこは失敗しましたね今回。うん、おーなんだろう、これ水を通る場所なのかな。おーなんかすげえなんか小さい電車が通ってるめっちゃ人乗ってたねあ、これ
ここですね、アラタデグ。ここにいます。はい、到着、アラタデグ。結構ポン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 音がすると思うんですけど、これね、なんか福徳呪盤儀っていうね板があるんですよ。でそれを心を込めて何回打つと願いが叶うと言われている板らしいんですよ。で、その木槌を使って、コーンって音を鳴らしながら、お願いをするというやつらしいです。はい、今からね行くところは、もうメインと言っても過言ではない高千穂峡にね、行きたいと思います。もうさっきの荒立神社からね、もう3キロぐらいかな、そんなにね、遠くないです。ここら辺なんかいろんな神社とかなんか観光名所みたいなところ結構あったりとかして、移動とかね、しやすいと思います。そうしてもね、ちょっとお腹空きましたね。ほんとなんか美味しそうなところで食べたい、ね、せっかくここまで来たんだから、なんか地元っぽいっていうか、そういったのを食べれると一番嬉しいんだけどな。ここは高千穂神社。あー、ここに行ってもよかったな。このまままっすぐ行って、よーっと曲がるね。うい、お、もうすでに回した。早いね、もう回すなんや。これ多分昼過ぎとかだったらもうめっちゃ渋滞になりそうやね。朝でよかった。めっちゃ急ターン、うえいしょ。うわ、続く続く。うわ、いしょい。おい、まだ続く。おい、行こうか。おお、すげえすげえ、面白そう。あっと、今日の一番のメインですよ。早くもバイク置く場所ないやん。すげえな、いっぱいやな。到着です。いや、なんか少しずつ人が増えてきてみたいなんで、今少ないうちにね、早く楽しんでいきたいと思います。なんかね、ほんと、あ、でもこの下はさ、ボートで行けるみたいなんですよね。で、本当なら、ボートとかね、ちょっと今度行ってみたいですね。ボートに乗ってね、この下の岩との間をさ、ボートを漕ぎながら行きたいところですね。また一人でね、撮影しながらちょっと無理だね。わー、すげえ。いや、まずすごいっすね。いや、壮大。壮大ですよ。いや、いい、いい。うわぁ、ここもいいね。なんか岩がさ、ゴツゴツしてる感覚がすごいいいですよね。まあ、気持ちの力石って言われてるぐらいなんで、何かこう力比べみたいな、かもしくはそれをね、持ち上げたとか、なんかそういった、なんかあるのかな。そこら辺よくわからないですけど、なんか
そういうね、逸話みたいなのありそうですよね。なんてね、お団子があるみたいなんで、ちょっと食べたいと思います。1本ですね、はい、お願いします。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。食べれる方に出ました。ちょっとね、座って食べれる場所を探して行こうかな。いただきます。うん、うん、これ味噌かな。今からまたね、キャンプ場の方に向かうんですけど、それのついでに他にね、なんかお店がないか、それも調べていこうかなと思います。この店もね、高千穂でね、景色見ながら食べる団子はマジ最高です。到着。はい、なんかね、検索して調べたらカツをね、食べさせてくれるところがあるんですけど、そこがね、富士カツっていうね、日向本店になるんですけど、ここグルナビだったかな、グルナビの評価で 3.6 とか結構高い評価もらってる、お店みたいなんですね。でちょっと気になったんで、一回行ってみようかなと思って。はい、今ね、富士カツ本店、富士カツ本店にね、来てます。なんか、とんかつがめちゃくちゃ美味しいらしいんですよね。で、多分時間的にね、もうやってんのかな、もう2時近いんですよね。もしかしたらね、もうダメかもしれないですけど、ちょっと聞いてみます。富士カツ店にね、行ってきました。いや、普通に美味しかったですね。お肉もめちゃめちゃ柔らかかったし、まあ、タレのね、感じも、すごくいいと思いました。ちょっとこれね、食レポ難しいですね。どう美味しかったかとかね、全然言えないってね、語彙力がなさすぎて、ちょっと、下手くそすぎですね。今からですね、もうキャンプ場に向かいたいと思います。時間的にもいい感じだと思うんで、なんかね、食材とか買ってキャンプ場に今日は行ってゆっくりしたいと思います。なんか川のね、近くにあるキャンプ場なんだよね。キャンプ場のもうすぐ下にね、川があるんですよ。だからね、夏は絶対そこ泳げるんですよね。普段は7月から9月の夏だけしかやってないんですけど、あ、ここだよね。ゴールデンウィークだけね、特別に開くみたいな感じなんですよね。おっと、これは、おーっと、いいぞいいぞ。西の三川キャンプ場到着。イエーイ。おお、いいね、芝生がめっちゃいいじゃないですか。ということで、3日目の晩はね、石波川キャンプ場で一番過ごしました。でね、夜の動画とか全然撮れてなかったんですけど、次のね、キャンプ地に向かいたいと思います。次は、鹿児島になります。
鹿児島はね、2日間泊まるんですけど、昨日のちょっとね、ルートとか考えたら、めちゃくちゃ時間かかるんですよ。で、あとね、動画の容量がもういっぱいあって、それの保存もしないといけないんで、ちょっと一回ね、ネットカフェに行って、いろいろやって、向かいたいと思います。ちょっとね、結構ガタガタなんですよ、皆さん。ということで、今から、鹿児島行ってきます。